はいどうもー、あごごすごすけ配信者のよっせおごすです。明日からまたメンテナンスが来て、新キャラが追加されるようなので、それ見ていきたいと思います。で、明日の木曜日から来るアップデートですね。大地を揺るがすもの、兵器研究者バレンティ、もうバレンティ最後のバレンティにうんつければもうヤクルトのあれですね、大砲になりますね。で、このバレンティンが出るのが目玉らしいですね。あとはリリアの復刻ガチャが来るみたいです。で、あと他には SSR のドゲット と、デスピアスが新しくガチャにラインナップされるみたいですね。あと新キャラ育成チャレンジ開催、これもよくわかんないんですけど、多分いつも通り SSR の首飾りがもらえるような感じだと思います。で、ちょっとバレンティンのバレンティンじゃねえ、バレンティの情報を見ていきましょう。バレンティ、まあ、メガネっ子でちょっと可愛いですね。これ見てみます。敵単体の攻撃力の 300% ダメージを与え、2ターンの間防御関連能力を 40% 減少させる。なるほどなるほど。あ、どっちもデバフなんですね、これ。すべての敵に攻撃力の 150% のダメージを与え、3ターンの間攻撃関連能力を 30% 減少させる。これどっちもバフですね。で、相手の防御と攻撃を低くさせるっていうタイプ、何かと組み合わせると強そうですね。まあ、これ相手を低くさせて、自分を例えばバフとかなんか特殊戦技とかでこう強くできると、相手から食らう攻撃がなくなるんじゃないかなっていう、まあ忍耐とか使ってね、なくなるんじゃないかなと思います。で、必殺技が、まあ、破裂ですね。630ダメージ、敵単体に 630% の破裂ダメージを与える。なるほどなるほど。で、問題なのがこの特殊戦技ですね。天才の布石っていうんですか、天才の布石みたいな。戦闘開始時にキャラの忍耐率の分、全ての敵の貫通率が減少する。これ完全にもうリリアを潰しに来てますね。リリアが、貫通率を増加させるんで、で、それを潰すために、まあ、このキャラを出してきた。運営はまあかなりリリアが強いっていうグラクロミンユーザーの期待に応えてこのキャラを出したんだと思います。なんでこのキャラ結構出てきたことによって、まあ、PVP でいろんなパーティーがその可能性というか、青マメリに対抗するキャラとしていろいろ考えることができるんではないかなと思います。で、アップデート情報はこんな感じになります。本日もご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録高評価お願いいたします。バイバイ。